所有する IRBM は5発と少ない。そのため敵は偽のサイロを作ってこちらの爆撃から守ろうと必死だ。偽のサイロだと？ペンキで書かれたサイロだ。そんなものでも空からの目は騙せる。巨人を撃ち落としたロングレンジ部隊の活躍だ。噂は聞いてる。俺たちは爆弾を運ぶ。あんたは終末やろうだ。照準ポットを使うにはまず兵装を切り替えるんだ。パッドの中央に表示されている円内にミサイルサイロを捉えろ。その状態で兵装発射スイッチを押せば爆弾が投下される。その後も着弾までサイロを照準の中央に捉え続ける必要がある。着弾の瞬間まで照準ポットでサイロを捉え続けろ。バンカーバスターの着弾を確認。ドンピシャだ。一つ目のミサイルサイロの破壊を確認。やつは狂ってるぜ。その通りだな。ああ、クロードよ。バンカーバスターの再投下には時間が必要になる。慎重に狙うんだ。敵や防衛のためにあちこちに対空火器を配備している。邪魔をしてくるなら連携して対応するまでだ。おやっとすぐだ。見返してくれ。バンカーバスターを投下。
破壊。数が少なくなるほど探しづらくなるはずだ。頼んだぞ。ミサイルサイロは残り一つだ。今の俺は鎖から解き放たれた狼だぜ。ヒヤヒヤしたぜ。まったくだ。こっちは手出ししようがないのに手が汗でびっちょりだぜ。共同作戦のパートナーがあんたらでよかったよ。ざっとこんなもんだ。中隊長から解き放たれた俺の力、しっかり報告しといてくれ。ああ、ワイズマンに対する愚痴もきっちり報告しといてやる。敵の弾道ミサイル攻撃を阻止することに成功した。ストライダー隊の諸君、
中隊長不在の中よくやった。ロングレンジ作戦の最終目標である首都制圧に向けてその準備は最終段階に来ている。